毒の花戦え僕らのアイアンキング守れ緑のこの大地ショックショックアイアンショック霧の中からアイアンキング第一の地点甲州街道第二点国道一号線第三点日光街道第四点新宿駅第五点東京駅明日正午を期して以上の地点を爆破する爆破の目的は首都東京を混乱に陥れることだはっこれから我々は新たなる革命戦争の日の出を挙げるのだおお第一の作戦は成功だ幻の六月幻の鬼三指令は分かっているなもちろん日本に留学中のアッサム王国の女王カトリーヌを誘拐することそれにより大和政府の国際的信用を失墜させ我らの革命資金を調達せしむることよし行け革命の日は近い仲良しになれたのに残念だわでもアッサム王国へ帰れば王位を継いで女王様イギリスのエリザベス女王みたいうわー羨ましいわ冗談じゃないわ女王なんかになったら何一つ自分の好きなことができなくなるんですものじゃああなた国へ帰りたくないっていうの帰りたくないわああ何かが起きてこのままずっと日本にいられたらいいなダメよほらお迎えの車カトリーヌ女王、大使館からお迎えに上がりました。しまってくれない。どうせ私は国へは帰りたくなかったの。一緒に行きます。声を出すな。はい、俺も一緒に連れてってくれねえかな。
体誰だ。そうか、幻銀跡の諸君とは初対面だったな。悪かった。我が輩の名前は静香源太郎、よろしく。静香源太郎、じゃあの国家警備機構。硬いこと言うなよ。可愛い女の子を見るとつい手を出したくなるのが俺の癖でね。ほざくな。カトリーヌ、来い、来るんだ。そう、待て、ケンタロー。静香源太郎、何人たりとも俺たちの革命の邪魔はさせん。ザイラユニコーン、静香源太郎を襲え。おい、しっかりしろ。しまった、こっち来るんだ。さに任せ。
へえ、五郎だけかと思ったら女にも水をガブ飲みするやつがいるんだな。そりゃないよ、アッサム国のカトリーヌ王女に立ちたまえ、それ失礼だよ。お姫様ならお姫様らしくしてもらいたいもんだな。何すんだよ。嫌いです、あなたなんか。吹けゆく秋の夜、旅の空のわびしき思いにひとり悩む。恋しやふるさと、懐かし父母、夢路にたどるは里の家路。風景さあ、お姫さん、お粗末ながらベッドが出来上がりましたよ。てめえ、私は休みます。耳障りになるような歌はやめてください。あんまり世話焼かせんなよ。こっそり逃げようなんてそりゃいけませんぜ。嫌いなのよ私、この源太郎さんって人。だったらこのまま死ぬんだ。死にたくなかったら言うこと聞け。おい五郎、この可愛げのないお姫さん頼むぜ。任しけ。おお、ゲミ、源之次、やっぱりこれはちょっとかわいそうじゃないか。また逃げられると困るからな。あんたたち、私死ねって言うの。まあまあいいから。何言ってんだよ、助けたいからこそこうやって東京へ連れて行こうとしてるんじゃないの。すみません、ちょっと手を貸していただけますか。お願いします。おいいですよね、困ってる時はお互い様だ。源太郎、ちょっと力仕事もやってみるか。しょうがねえな、黙ってほっとくわけにもいかねえもんな。行こう。ゴロ、その手は何だ。いや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 、いい。源之次、
なたは無事だったのか。よかった。じゃあ私を助けてくれるために。嫌いな男で悪かったな、源太郎さん。うるせえ。人の名前を呼びふがったらさ、名をほどいてくれ。ちょっと待って。きつかったな。違う。俺が合図したら大声で火事だとわめぐんだ。いいな。できるか。ダメな女だな。俺が小児と戦ってる間に加えてろ。
らあれは本物の怪獣じゃなくてロボットだったのか。ロボットのくせにでけえってすんな。五郎さん、ありがとう。健太郎さん、ありがとう。バカ野郎、てめえが勝手な行動するから村は焼かれ、死ななくてもいい人が死んだんじゃねえか。健太郎、もういいじゃないか。よかねえよ、俺はこんな女大嫌いだ。ぶって、私を力いっぱいぶって。よし、行くぜ。剣の字。剣太郎さん、明日おとなしく国へ帰るんだな。そして一生今日のことは忘れないようにするんだな。はい、忘れません。王女様、お時間です。さようなら、お姫さん。おい、なんとか言ってやれよ。健太郎さん。さよなら。さて行くか、名古屋。健太郎、さよならぐらい言ってやるよ。さあ、新しい戦いだぜ。行こう。オッケー。幻の緑求めて、ただ一人燃える荒野を、幸せを知らぬ男が馬の背に揺られてゆくよ。